皆さんこんにちは、ミガミックスです。ちょっとねラジオの方ができなくて誠に申し訳ありませんでした。本当はねこうやって試合をしながらダラ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 なんか話をしていきたかったんですけれども、まあ、まずね始まった時に雑音がひどかったとでそれはもうこっちでも確認できたんですよ。とにかく雑音がひどいなと。で一応これは多分ね音量設定的な問題で、まあ少しね音声カットしたらとりあえずは直ったんですけど、今度はボイスの方ですよね、セリフの方、これが繰り返されると。一回喋ったことがなんか延々とね繰り返されるっていう現象が起こって、でこれがねどうにもね直せないんですよ。なんでそういう現象になってるのかっていうのがよく分からず、結局ね再開することが、できませんでした。で、こうやってまあパワチャレをやりつつ、なんかいろいろ黒金のねサクチャレの方も配信が決まったので、まあ、どういう編成でいくかとか、まあ、どういう感じのものでやっていくかっていうのをちょっといろいろね話しながら、やりたかったんですけれども、でちなみに今もう日曜日になったところですね。もう1時間くらいやって諦めたところです諦めてこのね謝罪動画を、今こうやって撮っているところなんですけれども、だいたいね多分ね800位までは行ってないっていうか770位くらいかな多分っていうところで、まあ、1日中走って500位に入れるかどうかというところですね。でみやびちゃんの方が今回特攻キャラになっているんですけれども、まあ、これをねできればプラ3まで上げていきたいんですね。でちょっと飛ばしちゃったか、730位かで一応500位以内に入るとみやびちゃんが SR で3枚手に入って、まあ、そのままプラ3にできるんですけれども、一応1000位までに入れればプラ2にできて多分 PR を揃えれば、まあ、プラ1行ってプラ3になるかなといったところですね。まあ、これでちょっと、サクチャレの方も頑張っていきたいと思います。サクチャレの方とかもね始まって、まあ、多分応援ガチャの方も始まると思うんで、自分今回の特攻キャラをねあんまり持ってないんで、ちょっと応援ガチャ出たら引いていこうかなとも考えてます。まあ、内容によりますけどね。であとそう今回のねライゴーですね。ライゴーは単ガチャを1回引いたら SR が出たんで特攻キャラとしてはね SR1 個しか、ない状態で一応今走ってます。で石がね150で1回引けるので、まあどうしようかなとも悩んでいるんですけれども、まあとりあえずライゴー1枚で走ってる感じですね。マキシマムは、SR は持ってないです。で今回のサクチャレのいいところはこう回れば回るほどめちゃくちゃアイテムが手に入るっていうところですね。もう多分マキシマムとかねPR のねプラゴがね今4枚くらいもうありますだから多分 SR が来れば速攻マキシマムプラゴにできるっていう状態なんですけれども、まあ、なかなかね、マキシマムの SR が来ないと。でこのサクチャレを回っている時に SG 高校のところにマキシマムが出るじゃないですか。でここもね多分ねレアリティとか他の太平楽とか、大津高校とか波動高校とかもパワーストーンとかゲドウくんがいたりするんですけど、これランダムで決まるっぽくて、マキシマムとかねなんか SR も出るみたいなんですけれども、まあ、自分は出たことがないです。でチケットに関しては、パワフル高校ですね、 R ガチャと PR ガチャ、これ SR とかも出るのかな。まあなので、回れば回るほど、これはアイテムがたまるので、今回のねこの飛距離くんはめちゃくちゃいいイベントだと思いますこれねやりながらね、だってこのサクチャレってあんまり動画を撮る感じじゃないじゃないですか。だからこうやりながらダラ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 喋りたいなって思ったんですけど、できませんでした。本当に申し訳ありませんでしたというところで、引き続き動画の方はまたアップしていきたいと思いますので、まあ懲りずに見に来ていただければと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。バイバイ。